はい、今日は、登山用のストックですね。これをザックにつけてみたいと思います。まあ皆さん多分ザックの、ね、横のポケットに挿して、この横のサイドのベルトで止めていただいたりとか、いろんな付け方があると思うんですけども、登山用のザックにはですね、ストックホルダーというものが大体基本的には標準でついてます。こちらとこちらになりますね。で、実際につけてみたいと思います。まず、こういう I 型のシャフトの場合ですね、上から刺していただいて、何度かこうねじっていただきます。そして、上に向けていただいて、このゴムの部分をかけていただく。これで OK です。で、同じように両サイドについてますので、2本つける場合もこちらとこちらにつけることができます。入れたりしてもふらつきません。ぜひ試してみてください。